はい、今回は。 共産党と強いつながりがある2等夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか、えー。東京都が公開したコラボに関連する書類についてですね、とことん黒塗りになってましたよね。女性のプライバシーがーとかつってですね、もうホームページにろくにプライバシー保護に関連する記述もないような団体がですよ、プライバシー保護を語っていましたけども、まあ、定款ですとか、女性のプライバシー保護に関係のない書類までですね、好き放題、えー、黒塗りにしてました。 で、今回ですね、東京都さん、ひまそらあかねさんから、え、黒塗りすぎだろ、こらゆりこ、ぬりこ、出てこいってですね、訴えられてしまっていましたので、えー、見事にですね、東京都さん、ひよってしまいまして、えー、一部の書類の黒塗りをですね、撤回し始めましたので、紹介していきたいと思います。塗ぬりこ、ひよってしまいましたと、こいつらの基準、一体何なんですかね 今まで何の基準もなく黒塗りしてたっていうことがこれで明らかになったってことですよね。ほんとなんか東京都の関係者腐った奴らばっかりですよね。じゃあそれではですね、まずこちらのですね、ひまそらあかねさんのツイートを紹介します。速報、東京都庁、訴えられただけでりを一部剥がす。ゆり子そこでジャンプしろ。まだ剥がせるだろうっていうのでですね。で、こちらちょっと写真の方も見ていきますと、えー、第6補足。 被告は本件非開示決定において一部開示とした公文書のうち別紙に記載のものについて ベッド、原告に開示することを予定しているっていうのでですね。まあ、おそらくですね、これ、今回のひまそらあかねさんが東京都を訴えた裁判の、あの、東京都側の答弁書にですね、記載されていたものじゃないかなというふうに思います。まあ、東京都からするとですね、え、まさか訴えられると思っていませんでしたってです、ね、<laughs> 訴えられるなら資料開示しますって言ってですね、もうほんとクソすぎますよね。 もう何かですね、東京都として、こう、開示するところ、開示しないところのですね、基準があって、そのルールに沿って対応しましたっていうわけではなくって、本当ですね、コラボを守るためにですね、個人で適当に黒塗りしまくってるだけっていうのがですね、これで明らかになりましたよね。まあ、ルールに沿ってやったのであれば、そまあ、そのルールをまず改定しないといけないので、ルールを改定してから黒塗りを剥がすじゃないですか。 で、間違っていることを認めたとしても、まあ、こういうルールがありますので、確かに間違えてますと、ルールが間違えてましたと、まずはルールを改定しますので、ちょっと待ってくださいね、とかですね。まあ、ルールを改定次第ですね、開示しますとかって、そういう話が出てくると思うんですけども、もうそんな話が一切出てこないんですよね。え、訴えるぞーってですね、訴えましたと、訴えるなら開示しますどやーみたいなですね <laughs>。 <laughs> こんな話になってますからね。ほんと、ふざけてますよね。えー、こちらですね。えー、いいねと、リツイートしておきたいと思います。で、今回ですね、ちょっと簡単な流れを暇空あかねさんがまとめてくださっていたので、ちょっとこちら紹介しますね。えー、簡単な流れ、暇空あかねさん、公文書見せてくださいっつってですね。えー、で、東京都庁、えー、見せませんわらわらわらノリ張りますわらわら <laughs> こんなん。 開示するわけねえだろ、これ一般都民が開示請求してくんじゃねえよみたいなですね、多分思ってたんでしょうね。で、ひまそらあかねさんですね。うん、困ったな。じゃあ裁判でその判断が正しかったか、リーガルバトルで、ね、つってですね。都庁えー、この都民そんなことしてくんのつってね、<laughs> やべーつってですね、ええーと思ってたんでしょうね。 一部、非開示とした文章を開示いたします震えてえ、声が震えています <laughs> 怖いよーっつってですね。もう訴えられてしまったやばいやばいっつってですね。で、ひまそらあかねさん、まだリーガルバトル終わってねーぞ、こらーっつって、ね、<laughs> 開示しても終わるか、こらーっつってですね、えー。これからですね、戦いが始まります。というとこですね。あー いや、まあ、結局ですね、これ開示してもですね、リーガルバトルが続くのが面白いですよね。まだ全部黒塗りが剥がされたわけじゃないので、まあまあ続くんですけども、まあ、東京都関係者にはですね、もうこれしっかりと反省してもらいたいですよね。まあでもですね、本来この人たち公文書開示しますって言ってた人じゃないですか。 で、公約達成しましたーっていうのも言ってた人ですよね。<laughs> 公約達成しましたーつって都民を騙してた人なわけですよ。もうそれがですね、真っ黒の書類を出してですね、訴えられたから開示しますすってですね、もう公約達成しましたって言ってたのは、これ実は訴えられたら、一部だけ開示しますよーつってですね、<laughs> そんな体制になりましたよーっていうのがですね、公約達成だったようですね。いや、ほんとひどい奴らですね。なんかこれ罰則とか儲けないといけないですよね。だって公約とか 結局嘘ついてることにななるじゃないですかこうやってなんか、やりました、やります、つって嘘ついた奴らですね、なんかきちんとやっぱ罰則与えないとですね、こうやって嘘ばっか言って当選できてしまうじゃないですか、これどうにかしてほしいですよね、本当に。うん。いやこちらですね。えー、いいね、しておきたいと思います。 でひまそらあかねさん曰くですね、こんな理由で、え、今さら開示を決めたんじゃないかっていうふうにですね、ちょっと推測をされていましたので、え、こちらですね、ひまそらあかねさんの推測をちょっと紹介したいと思います。判決で負けて開示したという事実を残したくないから、絶対に勝てないと思ったところで、お腹見せただけでは、 じゃあ、なんでお前、非会児とか生きってたんだよって、アホらしいけどっていうのですね <laughs>。まあ、あくまでですね、自分たちは負けていませんっ、っですね。あれもこれも出していませんでした、っていうのがですね、後でバレるとやっぱ、うん、後でニュースとかになるのがですね、嫌なんでしょうね。まあ、もうバレてるので遅すぎなんですけどね <laughs>。まあ、でもそれでもですね、まだ黒塗りが残ってるっていうのが信じられないですよね。だってこれ、非会児やめますって、黒塗りやめますって言ってた人ですよ。やめましたって言ってた人ですよ。それがですね、裁判して、 でも、ね、ますよね、まあ東京都はですねコラボの言いなりになってはいたけどですねまあいよいよですねこれコラボの言いなりだとやばいっていうことに気づいてですね もうなんか逆にコラボを切りに来た。<laughs> 自分たちの身を守るために少しでももうコラボの責任にできるところはコラボの責任にしてしまおうというのでですね。なんかコラボを切りに来た感じなんでしょうかね。いやー今後もですね、どん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 もうコラボ切られるので <laughs>、もうこれ切られる一方だと思いますので、今後もですね、今後の展開もですね、これ期待したいですね。はい。こちらもですね、いいねしておきたいと思います。 えー、それではですね今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います、えー、まずはですねこちらのコメントですこれ地味にやばいよね判決出る前にやっぱり出す予定でしたは理屈通らんでしょう正当な理由なくノリ張ってましたって 自白ししててるも同で,でででょうううっいのすすねねまあ、そうなんですよ、ね、これ <laughs> 自分から、これ、裁判所の判断じゃなくって、もう自分たちからですね、これ、剥がします、り剥がしますって自分たちから宣言してるので、うん、自分たちがこれもう理由なく、えー、意味もないのにですね、これ黒塗りをしてました、えー。そういうのがですね、もう自白してるのと同然ですよね。でもですね、これ、謝罪しないんですよね、これ。自分たち <laughs>、謝罪しろと思いますよね、これ。自分たちが謝ったことをしてたわけじゃないですか。ルール ル違反をしていたわけなのでそこはですねきちんと謝罪文も乗っけてほしいと思いますけどねうん、まあ、謝罪ができない東京都は謝罪ができないみたいですけども謝罪できないのはですねどこかの誰かさんにそっくりですねはい悪いことをしてもですね謝罪ができないというところみたいですね、えー、こちらですねいいねしておきたいと思います、えー、続いてはですねこちらのコメントです本当に見られたくないやつがまだ残っているという疑い持たれる所作 追い詰められたものは一発逆転を狙って、旗から見たらそれはないやろうという行動に出るやつっていうのでですね。これまだですね、これ黒塗りになってるところ残ってるんですけども、そこがですね、急所だということが分かりましたよね <laughs>。そこの情報が一番バレるとまずいところだというかですね <laughs>。今回バレてしまいましたね。うん。まあもうバレてるんですけども、いや、ますますですね、この黒塗りのところが剥がしたくなってしまいますよね <laughs>。 <laughs> ここだけ残ってるっていうのでですね。いやー、ここが本当にやばい情報なんだというのがですね。今後なんか、いろんなネット界隈でもなんか予想されそうですよね。黒塗りの部分が減るわけじゃないですか。前後から、その黒塗りにされてるところがですね、予想できてしまうわけなので、いやー、なんか、相当やばい情報が出てくるんじゃないかというのでですね。うん、今後ちょっと期待したいですね。はい。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 ここまでデタラメだと糊を張って時間稼いで書類を修正、修正済み書類の糊を剥がした可能性まで疑っちゃいますね。 私が裁判官なら都庁への心証は悪くなりますっていうのでですね。まあおっしゃる通りですよね。もうこれ裁判官の印象がかなり悪くなってると思うんですけどね。まあルールも守らないような人たちですし、もう本来黒塗りだって、本当は黒塗りしなくていいところまで黒塗りしてるわけじゃないですか。まあ黒塗りしなくていいというか、黒塗りしちゃいけないところまで黒塗りしてるわけですからね。相当印象悪いと思いますけどね。で、今回ですね、こうやってようやく黒塗りやめたわけですけども、かなりやっぱ時間が たわけじゃないですか。で、いろんな情報を突っ込まれているポイントがまあ、東京都側も分かったわけなので、まあ、そこまで東京都頭いいかわかんないですけども、なんか時間稼いでですね、うーん書類の修正とかやってんじゃないかな <laughs>。 いや、思ってしまいますよね。今なんか半コのですね、あの、偽造してるんじゃないかみたいな話が出てるじゃないですか。結局そういうことやっちゃってるわけですよね。いや、だからこそですね、もう信用できないわけですよね。うん、なんかこれやってんじゃないかなと思ってしまいますけどね。はい。えー、こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 まあ、定款とか、広告義務ある、退職とか、ノリの理由で争ったら、勝ち目ないもんなーっていうのでですね。まあそうなんですよね。本来、広告義務があるのに、あの、く、黒塗りするっていうのは <laughs>、勝ち目は絶対ないですからね。まあそこはさすがに剥がしてきたっていうことかもしれないですけども、まあでも、言い換えると、そういうところすらですね、まあルール違反をして黒塗りしてたわけなので、違反行為をしてるっていう事実をですね、自分たちでもこれ認めてしまってるわけですよね。 まあ、そこで自分たちにそういう認識があるんであれば、先ほども言いましたけど、謝罪ぐらいするべきなんじゃないかなというふうに思いますけどね。都民の人たちを騙して申し訳ございませんでしたと。都民国民にですね、隠し事をして申し訳ございませんでしたとですね。これ、都知事がですね、しっかりと記者会見してですね、謝罪すべきじゃないかなと思いますけどね。はい、えー。謝罪を求めます。こちらですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 え皆さんですね、今回、えー、ひまそらあかねさんにですね、東京都訴えられてしまいまして、ひ、えー、よってですね、黒塗りを見事にやめると。<laughs> 一部黒塗りをやめてきたわけですけども、皆さんですね、このような東京都についてですね、えー、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。